ええみなさん、こんにちは。え、ご見の真栗拓です。ええー、と、ちょっと今日はこれが、あの、ピュークテクの実際その線ののその操作方法をご紹介いたいしまカメラ、カメラなので、ででで僕がまえーえー、<laughs> まずここからですけれども、あの、今ここに3枚の Google シートがあります。えー、適当なテストというのと、2番目が適当なテストのコピー。 えー、3番目が適当なテストのコピーのコピーというふうに3つの種類があります。全部同じ試験、あの、内容なんですけどね。はい。で、えー、ピボットの冒険の参加者の方がそれに答えてくれましたので、えー、参加者の名前とそのスコアがここに書いてあります。で、このスコアは別にこの人たちの実力ではなくて適当に間違えてくださいという、えー、お願いのもとに出たものですね。はい。で、これを、あの、これから、あの、使わせていただきます。 えー、まず最初に新しいタブを開いて、えっ、ー、とですね、sheet、もう画面に出てますけど、.new、シートニューですね。シートニューでエンターこれで、えー、こういうふうに新しい Google スプレッドシートを開くことができます。はい。で、こちらにですね、さっきこの三つの、えー、さっきの3つの試験をまとめたいと思います。 えっとですね、これもコピーしてある、あの、してあるんですけど、一応念のため。最初のスコアと名前、1行目から、えー、っと、20行目までを選択して、コピーします。はい。はい、今コピーしました。で、これをですね、ここの B のところにペーストします。貼り付けですね。で、えー、っと、A のところにはテスト名を入れたいと思います。 えー、なんでこうするかっていうと、えー、ピボットテーブルを使うときは、一行にすべての情報をまとめる必要があるんですね。なので、ここは、まあ、テストが3つあるので、テスト A、テスト B、テスト C としたいと思います。最初のテストは、テスト A。で、この、右下の四角いところをハンドルって言いますけど、このハンドルを、あの、握ったまま、下まで行くと、えー、ペーストすることができますね。はい。じゃあ次に2番目のテスト。 えー、このコピー、適当なテストのコピーってやつですね。これももう、あここはですね、さっきはこのスコアと名前、ここからやりましたけども、これは、あのー、コピーしてあるので、今回はえ、2行目からコピーします。はい。で、こちらに来て、で、ここに貼り付けますね。はい。で、ここにはテスト B と入れます。 はい。で、今度は3番目の、えー、適当なコピー、で適当なテストのコピーのコピーという、これもですね、もう同じように選択してあるので、これをコピーして、この下にペーストします。はい。で、ここはテスト C という名前にしましょう。で、これも、えー、っと、このハンドルを握って下まで、お、おぎきすでした。 はい。ペーストします。もうこれで準備ができました。はい。で、ここからがですね、面白いところなんですね。はい。えー、で、あの、このですね、メニューの1、2、3、4、5、6番目、左から6番目にあるデータから、えー、ピボットテーブルに行きます。で、ごくたまにですね、あの、うん、最初の設定がこんな風に、あの、メニューが書いてない場合があるんですけど、その場合はこの、こちらの右側の、 メニューを表示というのを開いていただくと、うん、こういうふうにメニューが出てきます。はい。で、これでデータから、ピボットテーブルに行きますね。で、データがちゃんと選ばれていればいいです。はい。で、えー、新しいシートに行きます。新しいシートで大丈夫ですね。はい。あデータは、この場合は、58。えー、っと、えい、この、最初のシートっていうのは、ちょっと今、ここで隠れちゃってて見えないですけど、シート名が、あの、シート1っていうシート名だからですね。 で、えー、っと、A, B, C っていうこの、A1 がここからで、C58 っていうのはこの一番最後の、ここが C58 ですね。なので、えー、データが全部ちゃんと入っています。で、新しいシートにして作成。うん、はい。で、あの、スプレッドシートを開くとこういう感じになりますね。で、えー、っと、今回学生一人一人の点数を知りたいんですね。なので、ここに学生の名前が来て、 行のところですね。縦軸ですね。横の列のところに、えー、テスト名が来て、値のところにスコア、何点だったかが入れば、これで問題解決なわけです。なので、もう本当にただそのように設定するだけです。こちら右側にピボットテーブルエディーターというのがありますから、行のところに、の追加ですね、ここ。右側にある追加、これで、学生の名前を設定します。そうすると皆さんが、うん、受験した皆さんがこうやって、 出てくるわけですね。はい。で、えっ、ー、と、<laughs> 次は列。えっ、ー、と、列は横軸ですね。横軸は、えー、テスト名があればいいです。はい。テスト名。はい。で、あの、この値のところですね。値のところは、えー、スコアがあればいいわけですね。スコア。はい。はい。もうこれだけでこんな風にですね。 えー、チッピーさんは最初のテストは56点。次は86点。次は55点。というふうに、この学生一人一人のデータを、えー、見ることができるわけです。で、あの、例えばですね、あの、こういうふうに、3回目の試験を受けてない、あるいは1回目と2回目の試験を受けてない人がいたりしますね。で、この場合は、えっ、ー、と、合計を見るよりも、アベレージを見た方がわかりやすいので、アベレージ平均ですね、平均。平均を見た方がわかりやすいので、 この、えっ、ー、と、スコアのところの集計のところが、この sum, sum っていうのは、えー、合計という意味です。なので、ここを average にすると平均点、えー、になりますね。はい、えー。平均点になると、こうやってあんまり変わらないのが出てくると思います。この1回しか受けてない人も、他の、えー、人より点数がいいこともあったりするわけですね。で、中ですね、今回の中で、えっ、ー、と、 これがね、カウント A とか、他の方になっていることがありました。そうすると、あ、この人はなんか2回受けてるんですね。えー、あ、ここでもなんか2回受けてる人がいます。えー、ということがわかりますけど、点数はわからないので、カウント A は、あの、いくつデータがあるかということを調べる関数ですね。なので、えー ダブって試験を受けていないかとか、そういうのをチェックするときには役に立ちますけど、成績を出すときは、えー、このサムとか、これ合計ですね、アベレージ平均点を使うといいんじゃないかと思います。はい。はい、以上です。えー、とっても簡単なので、えー、簡単な割にはですね、やっぱりこれを一人一人、なんかね、あの、手で、あの、こういう集計をしている学校がいくつかまだあるみたいなんで、 ちょっとびっくりしてるんですけど、そういうのは本当にもう時間の無駄なので、えー、ぜひこうやって、あの、もう本当に一瞬でできちゃいますから、ぜひこうやってあの、ICT の力を使って、えー、早く定時に帰れるようにしていただければと思います。はい、ではこちらで失礼いたします。さよなら。